ジェスティスガンダムさん、ガチで機体本体への被弾がない、件についてのみんなの反応集。ではどうぞ。特に被弾してた記憶がない。そういやお前夜勤で大した被弾せずに戦ってたな。絡み手のスキュラに盾押し付けたのかルージュにリフターぶつけて追い払ったのが一番でかいダメージかもしや。サンバカ以外の強敵とエンカウントしないしな。プロビディンスと戦ってたらどうなってたかな。超至近距離で背中からトーデスブロック撃たれても超反応で盾受けしてたな。ほぼ無傷でジェネシス内部にたどり着いて自爆してコッパみじんになったという極端な状態。他にジェネシスを止める手がなかったとはいえもったいない気もしなくもない。ジェネシス内で自爆は死んで逃げたかったってアスランの精神状況もあるんだよな。かがりに辛いからって逃げんな。されたけど。敵陣深く無双して最後は核自爆をお見舞いだ。レーダーの機関砲かハンマーはどっかで食らってた記憶。盾受けもせず直撃ってマジでこのくらいか。キラ含めた主要メンバーがみんなメンデル行っちゃった。仕方ねえな、一人で連合の3機抑えるか。インジェスになると近接に尖るようになるけど通常のジェスティスはなんかいまいちパッとしない武装なんだよな。逆を言えば音中近卒なくこなせる万能タイプな機体とも言えるけど。種前半から中盤って自力で大気圏内飛ぶのってすごいことだったから正義がリフター乗ってビュンビュン飛んでくるのってかなり強い要素なんだけどね。インジェに反してこっちのリフターは全部射撃兵装なんだよな。そりゃそうだ、どう考えてもあっちがおかしい。機関砲の塊みたいな感じなんだけどあんまり使わなかったね。万能すぎて従前の発揮できるパイロットが他におらん。種でアスランがジェスティスに乗った時点でパイロットとして敵対するやついねえのが悪い。スジェスティスとスフリーダムの姉妹機っぽいところ好き。多分フレームとかは共通。火器運用試験型ゲイ使い、お父さんだよ。キラやアスランの戦闘面の異常さって際立ってるから、こいつらを3対2で拮抗てた3バカやばいなって何回も確認する。サンバカはアスラン相手だといいとこないんだけど弱い印象は全くないからすごいね。種運命自由と通してアスランが種割れした相手がキラシンシュラサンバカだけだし、ホビブンは時々ブメ切り返してたり割とすごいぞ。ブメに対応できるのがあの世界で最強クラス名乗れる最低ラインって考えるとかなりすごい。なのでアスランはフラッシュエッジ分けって確実に破壊します。ブラックナイトに効くしあれを初手で潰さないとおもちゃにされます。ホビドーンにブーメランが効きすぎる。キラというかフリーダムがホビドーンに無効にされまくるしな。有効だがケリとレールガンしかねえ。ホビドーンとレーダーが純正狩るために生み出したみたいな性能してるから。一般ザフト機相手にしたらほぼ一方的に蹂躙できるからかなりの上積みよな。あんなに仲悪いのに死ぬ時は孤立してたからなみバカ。連携が強いんだ。20年で93バカの評価めちゃくちゃ上がったよな。盾ボコボコにされてた以外はノーダメ。ジェスティス系列は大破どころかほぼ被弾なしの名機だな。それ多分中の人がおかしいだけだと思うよ。インジェも無傷だったしジェスティス族が負傷したのは映画だけだ。無印正義のアンテナが一番かっこいいと思う。パッセル投げるバンクがかっこよすぎる。シャイニングエッジのも好きだけどあれ一回しか投げるシーン見せてないな。抜刀バンクもいいよね。アスランが乗ったジェスティス系の被弾ってシュラ戦の片腕ぐらい？被弾自体はしてるけど明確に破損とかはジェスティス系はしてないな。アニメはジ、エッジとか漫画版だとインジェはファブムと片腕切り落とされてるけど。盾超強い。アスランがジェスティス乗って出てくるとは終わるから出たらフリーダムより安心感ある。やはり最強はアスラン。ザラか。いっそもっと機銃増設して前線に突っ込んで敵陣の中で戦艦張りの対空砲火張ったらフリーダムとは違う方向性で耐えた性能を獲得できたかもな。でも機銃戦車は映像だと映えるけどプラモとしては面白みないかな。フリーダムより機動力高いからプロビデンス相手ならフリーダムより有利かもしれない。やはり最強はアスラン。ザラか俺たちでも勝てない。スジェスティスとスフリーダムの姉妹機っぽいところ好き。
多分フレームとかは共通。兄弟ではなくなぜしまい。シュラに腕切られるまで本体への被弾ないのか、無事に自爆するために無傷でいなきゃいけないとか、死ぬために生かされてる死刑囚みたいだな。あの世界の敵勢力はキラよりアスランのコピー作るべき。タイマンなら最強やろ。ジャスティスが強いってか種割れアスランが異常に強い。キラとかシンとかみたいな毎度種割れしてる奴らと違ってここぞの場面でしか種割れしない代わりに割れてる時が無敵。ザコ狩りオンリーで生きてるわけでもなく、強敵とのマッチアップもがっつりした上でだからな。イージスに乗ってた頃敵だった頃は相手がキラたちだったのもあっていまいち見せ場はなかったけど、ジャスティス乗り換えて味方になってからは今までのいまいちさが一気に消えたって印象だわ。ただ、これはガンダムに限らないけど、敵側にいて敵が勝つ主人公が丸無敵な世界観だと、どうしても敵側の見せ場を作れないからってのもあるんだろうけどさ。オーブ近海でやり合ってたから騒ぎを聞きつけたオーブかがりが調査に来てアスランだけ発見できたので救助してザフトに引き渡したからだよ。シュラに腕取られたのも、ズツキブレード食らわせるために、取らせた、ように見えたわ。セイバーでカオスと追いかけっこしてた時もそうよな。基本的にアスランは作劇の都合に縛られる運命よ。故に縛りのない劇場版では輝いてた。シンとイモジェの相性が最悪だっただけでそれ以外はほぼ無傷。アスランが種世界最強パイロットなのは間違いない。フィジカル面もキラよりはるかに上だし。ズゴックでもストフリでもシュラさばいてるし、アスランは精神的に不調でなければほんと強い。ズツキサーベルは予想外かもしれんが、インフィニットジャスティスが全身サーベルだらけなのは知れたことだろうに、腕取ったくらいで喜んでちゃいかんわな。最初期の設定だとジャスティスのリフターにフリーダム乗せてフルバーストさせるって話だったし、前衛後衛的に同時運用する前提だった。ハイマットモードとフルバーストモードの使い分けがフリーダムのコンセプトだったけど、ハイマットフルバーストした方がかっこいい。ってなったから同時使用可能になってリフターの存在意義が消失した。アスランはジャスティス系乗ってからが本番の男やぞ。セイバーは忘れろ。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。